多宰府天満宮の猿回し。上下の輪の中をジャンプしてくぐろうとしている。落中落外図屏風に描かれた猿引きと猿。猿回しし、大正初期猿回しとは、猿使いの向上や太鼓の音に合わせて、猿が踊りや寸劇などを見せる大道芸の一種。猿飼い、猿引き、猿舞、野猿回しなどとも呼ばれている。メディアを再生する猿回し。 東京にて発掘された年度版に書かれた設計文字から4500年前のメソポタミア文明にサルマー氏が職業としてあったことがわかっている。サルを使った芸は日本へは奈良時代に中国から伝わったとされている。昔から馬の守護神と考えられてきたサルを使った芸は武家での旧舎の悪魔払いや薬病除けの祈祷の際に重宝され、 初春の門付けを司るものとして、御所や後継への出入りも許されていた。それが、室町時代以降から徐々に宗教性を失い、猿の芸のみが独立して、季節に関係なく、大道芸として普及していった。インドでは、先民が馬と共に猿を連れて、芸を見せるという風習があった。江戸時代には、全国各地の城下町や在方に存在し、猿引き、猿がい、 猿屋などの故障で呼ばれる猿回し氏の集団が存在し、地方や都市への巡業も行った。近世期の猿引きの一部は戦士身分で、風俗統制や身分差別が敷かれることもあった。当時、猿回し氏は猿会と呼ばれ、旗子に泊まることが許されず、地方巡業の際はその土地の調理や猿会の家に泊まらなければならなかった。 新春の馬屋のみそぎのために宮中に赴もく者は、山ともしくは京の者、幕府へは、尾張、三河は、東,東海の者と決まっていた。猿回しの本来の職匠は、牛馬車特に馬屋の祈祷にあった。猿は、馬や牛の病気を払い、健康を守る力を持つとする、信仰、思想があり、そのために猿回しは猿を連れ歩き、牛馬車の前で回せたのである。大道や、広場、 各家のの木先で猿に芸をさせ、見物料を取ることは、そこから派生した芸能であった。明治以降は、多くの猿回し師が天行を余儀なくされ、江戸、紀州、須央の三系統が残されて活動した。大正時代に、東京で回しているのは主に、山口県熊毛郡のものだった。昭和初期になると、猿回しを営むのは、ほぼ、 山口県光市浅井甲州地域のみとなり、この地域の芸人集団が全国に猿回しの巡業を行うようになった。猿回し市には親方と小方があり、小方は猿回し芸を演じるのみで、調教は親方が行っていた。甲州の猿回しは明治時代後半から大正時代にかけて最も盛んだったが、昭和に入ると徐々に衰え始める。 職業としての厳しさ、大道芸である猿回しが、道路交通法に違反していることによる警察の厳しい取り締まり、敵屋の圧迫などから、昭和30年代に猿回しは一旦絶滅した。しかし、1970年に、小沢昭一が消えゆく日本の放浪芸の調査中に、光市の猿回しと出会ったことをきっかけに、1978年に、 巣おさる回しの会が猿回しを復活させ、現在は再び人気芸能となっている。ありがとうございます。